状況を説明するとですね、まずチャチャがねコテンとね来てくれたんです。チャチャが自らね、そうすごいね嬉しかった。でマロンくんはねそこのねサイドテーブルみたいなとこにね座ってねずっと寝てたんだけど、見てたんだよねマロンくん、マロンくん見てたんだよね。でもねマロンくん耐えれなくなってね、お兄ちゃんばっかりずるいなぁいいなぁって感じでね見てたね。今ねこっちに来たの。でも多分ね逆の立場だったらマロンくんが先にいてチャチャが来たらマロンくん譲るんだけど、チャチャはねそのまんまでもいいから、わあすごいすごいすごいよ。チャチャはねこの通りね寛容だからすごいことになってるんですけどね、あのこういう感じでずっと面白いなこれ、ずっとこうやっているんですよ。ちょっと面白すぎないこれ。マロク、マロク、マロさん、マロさん、あのチャチャさんの顔にお尻が当たっているんですけど、ちょっとあなたいいんですかこれ。チャチャさん、あのもたれかかってきていいね、だいぶねマロンくんの重みきてないね、これすごい埋もれてるんです、ね、それでもね這いつくばるチャチャね、これすごいねチャチャね、お姉ちゃんだ、わーわーすごいよ、もうこれ以上やめた方がいいよマロンくん。マロンさん、マロンさん何でもいいわけではないんですけど、そうね、あのお姉ちゃんの方向いてあげて、いいのこれいやすごいな、修羅場みたいな状況になっちゃった。ん？だって落ちてるよねだいぶ。すごいよ、真ん中らへんにいたのにこのね紐を掴んでたのチャチャ。あよかったよかった、よかったよかった、もうちょっとこっち来たらチャチャ。マロンくん、マロンくん、どういう状況か理解してんね、ちょっとは。あなたあの無頓着すぎるよマロンくんはもう甘えたいばっかりやからさ、チャチャの気持ちもねちょっとは理解してほしいよね。チャチャね甘え上手になったんです、成長したんです、ね、こんな風になっちゃったもんね、ここら辺まで来とったのにさ、半分までこうお尻でこうどん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 下がってきちゃったもんね。ねえチャチャすごかったね。おお、マロク、マロク下行っちゃった。マロク、ちょっとは空気読める男の子になろうね。マロク、後で行こやいいね。これは無理やと思ったよな。下に行ってしまった。ポジション取り。マロクはね、あのすごい可愛いのがね、地面にめり込んだように寝るの。ちょっと言ってる意味わかんないかもしんないけど、本当にめり込んでんのマロンくんの顔がすごい可愛い。あのねぜひヒロムのインスタをチェックしてみて、あのマロンくんとチャチャのね写真たくさん可愛い写真あるからすごい癒されるんだけど、めり込んだように寝ますから、どこでもソファーでもそこら辺でも、チャチャはもうねお上品に寝ますよね、こんなんですからね。すごい状況だったね。これは何で掴んでるの？これ掴まなきゃいけないの？そっかそっか。これ取れなくなっちゃった。動かなくなっちゃった。じゃあじゃあ。これ取りな。これ。動かない。これ引っかかっちゃってるじゃん。よしよしよし。このねパーカーの紐っていうのはね、このためにありますから、あのこのね紐のね、あのね調節とかいらないのよ。うん。パーカーのこのキュッて絞ったりとかねしないから、この猫を
ここにね、来た時に遊んでもらうっていうね、このためだけにこの紐はね、あるようなもん。そう。この目の前でこう猫とね、戯れられるっていうのがね、ポイントなんですよ。やっぱりね、この身を預けてくるあの瞬間っていうのはたまらないよね。たまりませんので。ぜひ来てくださいね、また。皆さんの、ね、猫飼っている方は、飼育の時間はどういう時間ですか？ぜひコメント欄で教えてください。まあいろんなね、飼育あると思う。顔をうずめてる時とかね、こうやってギューってね、猫吸いってあるじゃないですか。吸うのよ、猫。まあ言ってる意味わかんないかもしれないけど。うん、まあ飼ってない人でもね、実家で猫飼ってるけど、今家で飼えないからとかいう人ね、猫カフェ行ったりしてね、猫ちゃんと戯れる時間、どんな時が幸せかね、ちょっとコメント欄で書いてみてください。幸せそうね、本人が。これは一番幸せかな、ちゃちゃは今一番。こうやってご転して書いてもらってる時がいいかな。その声かわするから書きたくなるよね。